誰かに会えるこの道で可愛いあなたに声をかけてこんにちは僕と行きましょう Oh, シャンゼリーゼ Oh, シャンゼリーゼ。ありがとうございます。素敵なことがあなたを待つよオシャンゼリゼ。昨日までは知らない同士、今日から二人恋人さ。道を行けば世界は揺れる、愛する君と僕のために、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ。いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ。いつも何か素敵なことがあなたを待つよオシャンゼリゼ。ありがとうございます。ひらがなでたまぽんと言います。SNS とかねやってるので、旧 TwitterX とか Instagram アカウントあるので、もしよかったらね、この機会にちょっと覗いてもらってフォローをポチッと押してもらえると嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと自分の曲を歌っていきたいと思います。だんだんっていう恋愛の曲聴いてください。だんだん君が深くなる、だんだん君を好きになる、鉄に沈んでゆく傘に冷たすぎる雨と、何気ない君の言葉が深く深く刺さる。いつからこんな嘘を僕のせいだ。どんどん深く落ちていく胸が君で奪い続ける。どんどん嫌になっていく、ああそこはまだ雨。近そうで遠い君はいつも眩しく輝いて、奥底に押し込んでいた気持ちが溢れてくる。いつかの君の
ランランっていうオリジナル曲でした。ありがとうございます。たまぽんと言います。普段はですね、名古屋を中心に、あんまりライブ活動はしてなくてですね、オープンマイクっていうのにめっちゃ出ています。はい、あとフリーライブもね、めちゃくちゃいっぱい出ています。どこかでまた見かけることがあれば、ぜひ声かけていただけると嬉しいなって思います。今日はですね、空と森のマルシェ、当てますね、はい、当てます、はい、に、2023秋ですね、はい、春に続いてね、2回目の出演で、はい、こちら国営基礎参戦公演、一宮138タワーパーク、当てますか？はい、ね、あの昨日ね、めちゃめちゃ悪天候でマルシェがね、ちょっとお休みになっちゃったんですけれども、ね、今日はすごく過ごしやすい、ね、空気で、皆さんのんびりとね、お買い物を楽しみながら、ね、なんか買いました？皆さんマルシェ、あのスタンプカードを押してもらえるでね、500円以上で、まあ、ちゃっかり私も集めてますからね、本当に。さっきね、たこ焼き食べました、あちらのキッチンカー、めっちゃ美味しかった。もう熱い、熱々で、本当にめっちゃ美味しかったんです。あとね、焼き菓子、お菓子も大好きなんで焼き菓子も買いましたんで、後で食べるの楽しみです。はい、ここのね、公園に来たらちょっとアニソンをいっぱい歌おうかなと思っているので、みんなの知っている歌をちょっとしばらく聴いてください。夢を叶えてドラえもんって曲歌います。心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図、空を飛んで時を越えて遠い国でもドアを開けてほら行きたいよ今すぐ、大人になったら忘れちゃうのかな、そんな時には思い出してみよう、シャララララ僕の心にいつまでも輝く
時もみんなが知っている曲を歌いたいと思います。勇気 100% 聴いてください。